皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。勝成オブザ滝沢でございます。どうも皆さんこんにちは。本日はこちら、ベベン、ビヨンドチューブブースターというブースターを皆様にご紹介させていただこうかなと思います。ビヨンドチューブブースター、ビヨンドチューブブースター、まあこの見た目でおやと思った方、名前を聞いてピンときた方、正解でございます。なんとびっくりすることに、このビヨンドチューブブースター、なんと真空管を積んでございます。こちら真空管なんですけれども、真空管を積んだブースターでございますよ。え、そんなあるのって感じですよね。しかもすごい軽いっていうね。今回こちらのエフェクター、株式会社シングスさんにお貸しいただく、お借りすることができたので、ちょっと動画を撮らせていただいてるんですけれども、あのいつもとね、なんかちょっと毛色が違ってさ、なんかこうどこどこからその新発売です、うんたらかんたら、おすすめうんたらかんたらとか、そういうんじゃなくて、ちょっと毛色が違って、なんとびっくりすることに、この、ビヨンドチューブブースターまだ発売されておりません。ただいまその幕開けっていう、そのクラウドファンディングですね、クラウドファンディングのサイトで、出資者を募っている段階でございまして、ぜひあの URL の方を概要欄に貼っておきますので、ペットクリックをして、幕開けのホームページの方も、見てみてくださいませ。画面のズバババーンと、お手元の方もお見せしながら、鳴らしていこうかと思いますので、ぜひ一緒に音を楽しんでいきましょう。どんな音がするでしょうか。思想環境としては、いつものビル・ローレンスからカナレでビヨンドチューブブースターに行きまして、カナレのシールドでブラックスター、スタジオ店に行って、鳴らしていこうかなという感じでございます。行きましょう。まずこのクリーントーンで設定しているので、普通に弾くとこんな音でございます。まずオフの状態で音を聞いてくださいませ。単音カッティング、こんな感じです。アルペジオもしてみましょう。アルペジオ、オン、上の方フロントで、音の変化があります。まあオンにした時に、その音量が強くなったっていうか、そのレベルが上がった感じはもちろんあるんですけれども、それ以上になんかこの音がめちゃめちゃこう濃密な感じ、なんかそのピッキングの立ち上がりとかも早くてさ、なんかこのそういうこのゴムとかっていうんですかね、このツヤやかと言いますか、張りがあると言いますか、なんかそんな感じになったのが分かりますでしょうか。このピッキングした時のこのパキッてした感じ、オフの状態だとオンにするとこんな感じ。あのアルペジオとかでその音を伸ばしている時のこのサスティンのこの余韻とか聞いていただくと、またすごい分かるかと思うんですけれども、なんかこのね、足りない隙間がこの埋められた感じ、なんかこう音を伸ばしてるじゃないですか、この伸ばしてる時の音、
感じ、なんとなくその違い、かなり分かっていただけたかと思います。音量が上がったっていうのもあるんですけども、何度も言うんですけども、なんかこのゴム太になったというか、なんかすごい同じタッチの絵なんだけども、なんか急になんか伸びたからジャイアンになったみたいな感じの、なんかこうね、バーってこうやってかやっガッツってバーってこうなんかガッツあふれる感じだったのが、分かるかと思います。真空管らしさってことなんですかね、この音の立ち上がりとかバキッとした感じ、まあ、これでも悪くないけれども、オンにするとパキッとした感じの、この音の美味しいところみたいなのがすごいこのめちゃめちゃこう加味されて迫力が出てくるような感じが、すごくします。で、表にこのスイッチが一つあるんですけども、これはゲインスイッチとなってまして、これをガーッと上げると、こっちのブースターの方で、ちょっと歪むようになります。とりあえず分かりやすくマックスいってみましょうか。マックス、弦をガーッと上げると、まあ、出力はすごい上がるんですけども、結構その枯れた感じのこの美味しいところっていうんですかね、なんかその辺がすごい出てる感じですよね。ちょっとこの出力を下げましょうか。マスターを下げます。です。結構ピッキングのニュアンスに、ピッキングのニュアンスも忠実についてきてくれるような感じでございます。こんな感じで表に原因が一つだけっていうのはめちゃめちゃシンプルな設定なんですけれども、ちょっとアンプの方で歪ませてみましょうか。ドライブスイッチをオンってして、そこそこひずませてみましょう。こんなん入れます。その低音とかのそのなんか美味しいところみたいなことで付け出された感じはしますよね。基本的にそのね、もう歪ませてるからさ、その音量感はそんな変わんないんだけれども、このまだ攻められるところにその音がこのガッと加わって、なんかこの音が太くなったりとか迫力があったりとか蜜が濃くなったような感じが、すごくします。これちょっと弦ガッと上げてみましょうか。そうするとどうなるかしら。感じみたいです。
これはいいですね。高校生の頃の僕に教えてあげたい。いや、これは普通にめっちゃいいな。なんかこのブースターとして使ってもいいし、なんかちょっとオーバードライブっぽい使い方とかも全然ありなんじゃないかなって感じですね。なんかその歪みのなんかこの迫力、が上がった感じがしますよね。こんな感じますとね、ガーッと原因を上げればそこそこ歪みを与えることもできるので、ちょっとオーバードライブっぽいサウンドも作れるのかなという感じでございます。で、表面はその原因一つだけのすごいシンプルな設定なんですけれども、一応裏面を覗いてみますと、まあ蓋があって蓋はありますよね。この蓋のネジを外してパカッと開けますと、まあ、中に実はですね、このトリムが2つ入っているんです。こっち側が、ボリュームのトリムで、こっち側がそのトーンの、トリムとなっております。で、今、ボリュームが多分最弱になってるんですけども、まあ、最弱にして、こっちのつまみを最弱にしても結構 あのね音量が、ね、上がった感じが、する。感じです。なんで本当、まあブースターとしてその音を増幅する前提として使った方がいいエフェクターなのかなって感じなんですけども、ちょっとこれをトリムをマックスにしてみましょうか。ボリュームをマックスにしてみます。で、こんな状態でマックスいってみます。いってみますと、結構上がりますね。結構いきますね。すごい。マックスにするともうめちゃめちゃいきますね。めちゃめちゃいきますね。めっちゃ盛り上がりました。ボリュームがすごい。で、これ今ゲームをマックスにしてるんで、これこのビヨンドチューブブースターがその出せる限りのマックスサウンドっていう感じでございます。こんな感じでそのマックスサウンドにすると結構ボリュームが上がるというのが分かっていただけるかと思います。で、またボリュームを最弱にして、トーンを、そうだな、ちょっと絞ってみましょうか。軽く絞り気味な感じで、これマックスじゃないですか。で、これ最弱じゃないですか。そうじゃなくて、ちょっとこのね、絞り気味な感じで、ちょっと鳴らしてみましょう。そして、ゲインの方もゼロにして、この音が、
ます。トーンを抑え気味にすれば、ちょっとこのね、フュージョンチックな感じでも使えると思いますし、なんか普通に R&B 系といいますか、その歪ませない前提の、ジャンルにも対応できるのかなという感じです。で、もちろんそのね、ボリュームを上げれば、そのハードロックとかメタルとかそういったこともいけると思いますし、ゲインとかうまく調整すれば、ブルースとかも、対応できるような、ブースターかなという感じでございます。僕の個人的なおすすめとしては、いろいろこう音を試してみて一番思ったのが、まずこのね、トーンをそこそこ、絞った状態にして、でこっちのボリュームをゼロにして、ゼロにして、でこっちのゲインもあのゼロにして、この状態でかけっぱなしにするのがなんかすごいいいんじゃないのかなっていう感じが、しました。なんか普通に音を聞いていただいててあの分かると思うんですけども、なんかこの元のギターの音がなんかすごいこうね、あの倍音とかがリッチになる分、なんかそのギターの音がワンランクツーランクすごい上に上がったような感じがするじゃないですか。なんかこれに慣れちゃうと、なんか外した時にすげえ物足りなく感じてしまうので、一番最初にまずこのビヨンドチューブブースターを持ってきて、でこの後にいろいろエフェクターを並べるみたいな感じで、一番最初にまずこの増幅するためのもう基本アイテムとして多分かけっぱなしで、僕だったら多分使うかなという感じでございます。そんな塩梅、そうするとこのギターの音がめちゃめちゃリッチになって、ずっとこのかっこよく弾けるかなって感じですね。でこのビヨンドチューブブースター、今はそのブラックスターのスタジオ10、その真空管のアンプにつないでるんで、まあ、なかなかいいサウンドが出てると思うんですけども、これをトランジスタのアンプにつないでもなかなか面白い音が出るということなんですよ。なんでちょっくらトランジスタアンプも試してみたいなと思うんですけれども、どうしようかな。トランジスタアンプ、今回はこちらで鳴らしてみようかなと思います。ベベン、ブラックスタースーパーフライという感じで、これがですね、あの良くも悪くもね、もうものすごいトランジスタ感あふれるアンプなんですよ。すごいトランジスタ感が、あふれる音がするアンプなんです。良くも悪くもすごいトランジスタ感。せっかくだからこんな感じで上もお見せしながら鳴らしてみましょうかね。でこのビヨンドチューブブースター、すいません、あのちょっと裏蓋今外している状態ですけども、この裏蓋外すとすごいノイズが、強くなるので、そこら辺はちょっと使用上は要注意という感じでございます。こんな感じで上面もお見せしながらちょっくら鳴らしていってみましょうか。せい、電源を入れて、えい、でこっちのケーブルをこっちに挿して、とりあえずまずクリーントーンで鳴らしてみましょうか。ブラックスタースーパーフライのクリーントーンはこんな感じ、ボリュームマックス。いいですね、いい感じにこのトランジスタ感、オン、そうですね、出音がなんか全体的にすごいなんかこう、ね、リッチな感じになってきますよね。ちょっとゲインの方もガッと上げてみましょうか。ゲインをマックスにするとアンプが悲鳴を上げている感じはちょっと否めないんですけれども、でもこの音の立ち上がり方みたいなのがだいぶ変わった感じですよね。これを切っちゃうとさ、結構音の立ち上がりがどうしてもこのヘナヘナヘナって感じですけども、
じでこのね、あの基本的な音がすごいなんかめちゃめちゃこうね、全体的にファットな感じになるので、これもまたこのかけっぱなしにしてても面白いかなって感じですよね。ちょっとゲインマックスにすると出力が強すぎるのか、そのトランジスタのアンプが悲鳴を上げてなんかね、うわーって感じになってる感じがちょっとまあ否めないところではありますけども、でもこれでも全然面白い、効果が得られるかなって感じです。ピッキングの立ち上がり、音の立ち上がりがすげえ良くなりますよね。ちょっくら歪ませてみましょうか。ゲインをガーッと上げてオーバードライブスイッチを入れて、でこれで結構歪むと思うんですけど、いいっすねー、いい感じでトランジスタって感じの音がしております。でこれにこれもやっぱりその低音とかのこのね隙間があるところ、まだ攻められるところ、まだこの辺いけんべみたいなところをすごいまあバーッとこう突っ込んできて、なんかこう全体的に音がこのねまた迫力ある感じだっていうようなイメージがあります。ゲームを開けてみましょう。上の単音弾いてるとき結構顕著ですね、違いが。この辺はいた時のこのね、あの質感とかも結構そうね、いい感じでこのブリッとしてくる感じがあります。でもやっぱ歪ませてる時よりもどっちかっていうとこのねクリーントーンに弾いてる時のそのピッキングのニュアンスがなんか僕は一番その差を感じるんですけれども、こんな感じでトランジスタのアンプにつないでもなんかね面白い効果が得られるよとのことでございました。まあ実際音を聞いていただければ分かるかと思うんですが、結構やっぱそのね迫力っていうんですかね、太さみたいなのがだいぶ変わってくるかなという感じでございます。こんな感じで、まあ、真空管アンプに使うのもいいですし、トランジスタアンプに使うのもいいですし、まあそのね、出力する先がどんなであっても結構面白い効果が得られるエフェクターなんじゃないかなという感じでございました。これがまあそのいわゆる真空管らしさなのかどうかはちょっと僕は分からないんですけれども、とにかくまあさっきも言った通りギターの音そのものがなんか1ランク2ランクなんかすごいめちゃめちゃアップするような感じの印象でございます。そんな感じで今回はビヨンドチューブブースターのご紹介でございました。さっきも言った通りそのあの新製品とかじゃないからちょっとこうねお店で試奏とかができないんですよ。でとりあえず8月9月ぐらい今この撮影をしている2019年5月あ7月5日現在は、まだちょっとね皆さんの手元に届かない状態でございまして、8月9月ぐらいから、順次その発送という形になっているみたいなんです。概要欄の方にねその幕開けの、ホームページ載っけておきますので、ぜひともチェックしていただいて、気になる方は、出資の方を検討してみても面白いんじゃないかなという感じでございました。そんな感じでございます。今回はこちらビヨンドチューブブースターのご紹介でございました。よかったら、ホームページとかもチェックしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイ。